さあそれではです、ねえー、経済評論家の三橋孝明さんにお話しいただく今朝のテーマ、こちら、所得・雇用を生み出す財政出動、えー、アベノミクス第2のや財政出動、今朝はです、ね、この財政出動が所得・雇用を生み出すというお話です。えー、改めて三橋さん、財政出動、はい、こちら、これはです、ね、そのまあ政府が例えば公共事業とか、あと減税。はい とかですね、あるいはその医療費とか教育費用とかもそうなんですが、はい、消費もしくは投資としてお金を使うことです。はい、主にですね。はい、で、あの、さっき言いましたが、中国の話で。はい、消費と投資だけが GDP を生み出すので。消費と投資。はい、はい、GDP。はい、つまり政府が消費と投資で財政主導をすると、その分必ず GDP が増えます。はい でさらにそれで、まあ、じあのその消費と投資として使うってことは、誰かがお金もらうんで、はい、そのお金をもらった人がまた使うわけですね、はい、そうするとさらに GDP が増えるということで、基本的にはその所得を増やすことと、はい、あと基本的に政府が消費や投資をするときは、絶対に新しい雇用が生まれます。というわけで、雇用、えー、所得を拡大するための政策として行われるですね財政出動、そんな中、ですね日銀の資金提供量、まあ、これが過去最高更新という報道もあります。うん これは金融感が、ね、こっちは金融政策の話でして、はい、日銀が主にあの政府の、えー、借用証書である国債を買い取って、はい、新しい日本円を、えー、どん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 市場に投入しています、はい、確かね、黒田日銀になってからね、はい、27兆円ぐらい出てるんですよ。はーはー 兆円ただ、もちろんお金っていうのは銀行に行くわけですよ、別に私たちに配られるわけじゃないんですじゃないんで、その銀行に行った新しい日本円を誰かが消費や投資として使う必要があるんですよ、そうしないと GDP 増えないんで、民間が使うかしたら今、使わないんで、政府がやりなさいというのが財政出動なるほど、そうか、お金は出てきました、だけれども、それを使う人がいないから。誰かかがが借りて使使わなななくちゃいいいいけだらそれう人には 国が率先して使っていく公共事業なので使っていくということなんですよね。であのよく最近ちょっと耳にするようになってきたのがですね、まあマネタリーベースだとかマネーストックマネーストックとかですね。あとはその信用創造だとかね、そういったのあと貨幣上況だとかこのあたりになるとちょっとお手上げ状態なんですが、結構簡単ですよ。ぜひ教えていただきたいんです。まずあの日本政府と日本銀行が発行するお金これがマネタ。 マネタリーベーベスこれが皆さんのお財布の中に入っているお金はマネタリーベースなんですね、はい、たださっき言ったように、これは銀行に発行されます、はい、私たちじゃないんです、直接じゃないんで、はいでまあ、その銀行から誰かが借りるわけですね。 で、借りて使うと、その、支払ってもらった人が預金するわけですね。はい。その、銀行からお金消えないんですよ。預金で戻ってくるから。はい。またそれを誰かが借り入れて、それで使って預金するって形にすると、預金がだんだん増えていくでしょ。はあ。は。い。そのお金のプロセスを見てると分かるはずです。ええ。その預金のことと、ことを、まあ大体そのマネストック。ははは。と言います。社会全体のお金の量ですね。ええ。はい。で、今言ったマネタリーベースが、借りられて使われて預けられてと。はい。借りられて預けられ使われて預けられてを繰り返して、はい。 増えていくマネくストックが増えていく現象を、信用創造でそのマネーストックね、社会全体のお金の量がマネタリをマネタリーベースで割ったもの、つまりマネタリーベースが何倍に増えたか、はい、預金で、えー、これが貨幣上だから、どんどんお金が増えていくわけだ、ね、それが、だから、あのそれを測るのがあ貨幣上数そうですね、増える現象は信用創造。えー えええっと、増えるのが信用創造。信用創造。はい。で、何倍に増えましたかっていうのが貨幣乗数。はあははあ。 こういうもので経済というのは見ていくそうです。だからみんながお金を借りて使って、あの、預けて、お金を借りて使ってってやると、そのマネ、マネーストックがぐわーって伸びていくわけですよ。はいはい。まあ、景気がいいってことですそれは景気が良くなってくると。今、ちなみに悪い。ああ、残念ながら。となると、今は貨幣上数というのは。低いです。低いってこですね。いですね。非常に低いです。ええ。あ、こういう一つの、その物差しで見ていくわけなんですね。なですね。で、その日銀が黒田総裁になってから、今もちょっと出ましたけど、マネタリーベースの伸びっていうのは、これは いいんです、過去に例がないぐらいいいです、でもこれはね、日銀の勝手なんですよ、日銀がその気になったらできるわけです、例えば1日で100兆円発行するってできるんですよ、論理的には。だからこれはある意味、当然、黒田さん、どんどん出していね権限を持ってる人がちゃんとやってるってことで、すだけれども、銀行にそのお金が行きます、だけれども、その銀行が借りるところがあまりないので、だから今のところちょっとね。 そうなんです。マネ、だからマネストックも伸びてんだけど、マネタリーベースほどは増えてないので、貨幣上数がどん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 下がってきてる。ええ。ですよ。となるとですよ、あの、よく日銀の量的緩和と言われてますが、この効果ってのは今のところあまり。あ、そうそう、それで無駄ですよ、みたいな。だからやめましょう、みたいな。そういう論があるんだけど、なんでそういう発想になるかわかんないんだけど。あ、それ違うんです違いますね。確かにね、量的緩和の効果が出てないのは確かだけど、それはデフレでみんな金借りないからなんで、ええだからその量的緩和で発行、量的緩和 通貨発行だけど、発行された通貨を誰かが借りて使いなさいっていう、これがまっとうな発想だと思うんでそれで消費や投資として使って、GDP 増やしなさい誰がだから政府と、つまり財政出動よそこで財政出動につながってくるわけなんですね。で、今後、先ほどもですね政府がまとめる来年度予算の概算要求基準なのニュースで言いましたけども、その新たに設ける特別枠に、暮らしの安心、地域活性化、あと防災、それに成長の分野、これに 優先的に予算配分をする方針っていうのが出たってことなんですけど、うんはい、これはね、方針としてはいいけど、えー、規模。 はは問題は。え規模が特別枠1兆円全然小さいです。ダメですかダメです。一桁違います。10兆円ぐらい。10兆円以上やらないとダメですよね。はぁと、こういう、まあね、今の感じだと1兆円だと、三井さんおっしゃるには規模小さいから、あんまり効果ないだろうと。効果ないとは言わないけど、そのデフレ脱却までの時間がかかるのは間違いないですよね。ははでも我々としては、なるべく早く、効果は見えてほしいわけで。だからなんでこの、なんでしょうね、中途半端なことをやるのかなと、一気にドーンってやってしまえば、あと 逆に政府やる必要ないんですよ民間が金借り始めるんで民間がお金を借りて、さっきのマネーストックが増えますよっていうのが、これがまっとうな経済で、それができないですよね、今に物おじしてるって感じで。物おもう怖がっちゃってるんです、企業が。ですからまずは財政出動で、国が率先してやっていく、そのうちに、あ大丈夫そうだなとなってくると、民間企業もお金を借りて、設備投資多分お金を借りる前に預金の取り崩し。今ね円内部 たくさん実はあるんで。いい加減にしろと。ええ。あの、ま、もしもの時のために貯めてるわけですよね。そうです、そうです、そうです。ええ。ですから、それからまず使っていく。そうですね。ええ。その後、でも、あと中小企業とかはね、そんなにお金持ってないんで、みんな借りますよ。はあはあ。はい。そこも今、細っちゃってますからね。はい。あの、そうそう。あのね、結構経験が良くなってきたっていう感じなんですけれども、その中小の企業では、まだまだ。ああ、もう全然まだまだ。苦しいですよね。今伸びてるのは、雇用で見ると、あの、家電とか。はい。自動車とかですね。 ええ、あと金融、はい、これが伸びてるんで、ええ、まあ円安効果ですね、一言で言うと、それ否定しないんだけど、ええ、あの行き渡っていません、まだ。 とそこまで行き渡すようにするにはです、ね、やっぱりもう早くその大規模な財政出動をして、1回でいいからね、1>, 1回で1回といいか、まあ、あの1年でいいですよ、逆に言うとはい、はいえー、そこでこう,うまくスイッチ入れてだからね、自転車を考えればいいんです、はい、あの自転車をこぎ続けるのは簡単だけど、最初の一漕こぎ大変でしょ、うんはい、あれをやらなくちゃいけないんですよ、そのあれの時に、今、電動アシスト自転車ってありますけど、はい、そのアシストが財政出動みたいに考えればいいんですか。 今はそうですね、アシストどころじゃないんだ、そうしないと全く動かないですねでも、先ほどのニュースに戻りますけども、政府がまとめた来年度予算の概算要求基準の一つ、特別枠、1兆円、三谷さんはこれ、規模が違うと、もっと二桁にするべきだそうですです。それをしないってことは、これやっぱり政府は弱腰だってことなんですだからですね、やっぱり勘違いしていて、これ、財務大臣とかは違うんだろうけど、国の借金で破綻する論ー まだ強いわけですもさっき、は日銀がその量的緩和して27兆円ぐらい国債買い取っちゃったって言ったじゃないですか、だからね、実質的な借金が27兆円消えてるんですよ、もうすでに、はい返さなくていいんですね、借金が消えただって日銀、子会社ですから、先週でしたっけ、説明しましたよね、だからどん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 ね、実質的な借金が消えてるの、今、政府、何をやってるんだろうっていう話でしょ、ともっと大胆な、大胆にやらなくてダだでめです、だあの金融政策もまあ大胆にやるべきだけど、もっと大胆にやらなくちゃいけないのは、財政 政策なんだけど機動的とかですねか意味不明なこと言ってますからねとなるとやっぱり政府の中には反対意見もあるとてうことですよねだから国の借金病ですよこれはねねだから打開するために私何年もこやってるわけですええ水さんねあの何度も何度もこうやっておっしゃってもまだ不安になだから企業と勘違いしてるんですよ企業は黒字じゃないとだめですよ 政府、お金発行できんだからね。ああ、そうだ。<laughs> 企業と政府は違います、ね。違います。あの、政府は NPO です。そうですね。はい。今朝のコメンテーター、三橋隆明さんでした。